皆さんこんにちは、ヒロです。今回は上級者向けリフティング技ドラゴンマゼランを解説していきます。ドラゴンマゼランはドラゴンフライトマゼランの複合技で難易度がとても高くなってきます。必須条件はエムリワ・アバス・マゼラン・イン・マゼランが余裕でできることです。早速やっていきます。ドラゴンマゼラン、ドラゴンフライからマゼランに入る技です。エムリワ抜きの精度が必要になってきます。エムリワ抜きで気をつけてほしいことが、エムリワで体幹が右に行ってしまうことが NG です。体幹の傾きを修正すると抜きの動作に入りやすいです。横から見ていきます。体幹を前傾させすぎると抜きにくくなるので NG です。体幹を前傾させない意識が重要です。足を高く上げて勢いよく抜き切ることが大事です。上から見ていきます。できるだけ右足の動きを妨げないことが大事です。ドラゴン・イン・マゼラン、ドラゴンフライからインマゼランに入る技です。アバス抜きの精度が必要になってきます。アバスでよく体幹が左に行ってしまうのですが、これは NG です。体幹の傾きを修正すると抜きの動作に入りやすいです。極力前傾姿勢にならないことで足の可動性が上がります。あとは足の勢いを殺さないように抜き切ることですね。そして2回目のまたぎに素早く入る。上から見ていきます。ドラゴンフライをしながらもマゼランの形を崩さずに入るっていうのが重要になってきますね。まとめです。ドラゴンマゼラン、ドラゴンフライをしながらマゼランの入りを崩さない必要があります。まずは体幹の修正を意識し、足の可動性を上げる必要があります。あとは抜きの勢いが必要です。マゼランができる人はぜひチャレンジしてみてください。難しいですが体幹コントロールにつながってきます。ドラゴン系やピクシー抜き、フェアリー抜きの動画は説明欄に載せてますので見てみてください。今回の動画が良かった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。頑張っていきましょう。ではまた、バイバーイ。